トシちゃん、大輝のええやんかやってみよう。12月5日月曜日のゲストはオリックスバファローズチラミ担当の宗優馬です。チラミされる担当の福田周平です。月曜夜7時半から聞いてや。ええやんかやってみよう。ええやんか、トシちゃん大輝のええやんかやってみよう。やがて力を携えて帰ってくる。こんばんは、トシちゃんこと林俊彦です。皆さんこんばんは、田中大輝です。さあトシちゃん、はい、12月5日、もう12月入りましたね。早いですね。早いね。22年も終わりやわ。すぐおっさんになりますね。ねえ、来年何歳ですか？56になります。はあ、還暦にどんどん近づいていってるから。もうそろそろあれですね、仏壇準備しといた方が。仏壇って仏銅像ちゃうんや。仏壇還暦に近くなったらすごいですよ。あっという間ですよね。まあその年齢半分ぐらいの選手が前ね、選手について来てくださっております ね、はい、12月どんなことするやろうなとかね、オフどうするとか、来シーズンどういう目標があるのかとかね、お二人伺っていきたいと思います。今週もオリックスバファローズのお二人です。福田周平選手、そして宗優馬選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの12月にオンエア場は入ってますけど、はい、12月は福田選手どういう風な時間にしたいなと思ってますか？はもう、トレーニングをもうバリバリやっていきたいな。あ、もう練習を。はい。おー、ストイックやね。もう日本でそれは。はい。いつも海外行ったりされてますよね。そうですね、コロナじゃなかったら毎年行ってたんですね。あ、宗優選手も一緒に。そうですね。これどうして2人で行こうってなったんですか、トレーニング。まあまあ共通のプライベートコーチみたいな。あ、トレーナーさんがいて、はい、その人と一緒にアメリカ行ったりで、今回もトレーニングも一緒にやって、まあ今ちょっと海外行きづらいっていうのもあって、うん、国内でやろうと。そうです、今年は。はい、宗優選手12月はどういう時間にしようと思ってますか？いや、もう同じく、まあ、レベルアップしようと思ってトレーニング。あんま僕トレーニング得意じゃないですけど、はあ、すごいんですよ、福田選手は。まあ、なんとかそこにこう食らいついていこうかなと。宗優選手が見ると福田選手っていうのはやっぱ先輩、お兄さんって感じ。どんな感じですか？いや、もう先輩。先輩、はい、年は4つっすかね。4つ違い、大学入れ替わりぐらい。ああ、はい、なるほど。で、福田選手から見ると宗優選手は可愛い弟みたいな感じですか？なんかチラ見してくるやつって感じ。チラチラ見てくるやつ。そうそう、チラ見してくる。なんかパッて見たら見てるんすか？チラって見て、もうそのパッて見た瞬間にもう見てたら、もうこっちも分かるじゃないですか、はいはい、でもパッてこう目そらすんですか？目そらすんすか？はい、なんか嫌なやつっすね。それをガチでやってるんですよ。そうなんですか？遊びじゃなくて。あ、ガチで。ガチで狙ってやってるわけじゃなくて、はい、あ、見てもだみたいな。そんな感じですか？言われてそのままなって感じですか？ちょっと恥ずかしいです。恥ずかしい。これはもう来シーズン僕は実況で拾います。ほんまやね、はい、今チラ見してましたねっていう拾わせていただきます。はい、はい、さあ、今週もオリックスバファローズ日本一を成し遂げましたが、リードオフマンのお二人、福田周平選手、宗優馬選手にお話を伺っていきます。この番組は車高く売るならユーポス、新しい価値を創造するジャパンクリエイトグループ、ファニチャーアウトレット、ビッグバリュー、サプリ生活の提供でお送りします。さあ、オリックスの福田選手、宗優選手にお話たっぷりと今週も伺っていこうと思いますが、まず野球の話としては、そうでしたね、はい、お二人はですね、はい、素晴らしい賞を受賞されまして、ゴールデングラブ賞を受賞されました。ありがとうございます。宗優選手は2回目ですね。そうです、2年連続、はい、福田選手は初めていかがですか？一番取らないって言ったら大げさですけど、もう全然無縁な賞だと思ってたんで、うん、そうなんですか。全然想定外でした。外野で取るって素晴らしいですよね、はい、ちなみにそのゴールデングラブ賞を取ると何がもらえるんですか？ゴールデングラブがもらえます。あ、ゴールデングラブがもらえる、トロフィーみたいになってる、ゴールデングラブが、はい、三井ゴールデングラブ賞といってね、ほう、はい、大きいんですか？もうグローブと同じぐらいの、だと思います、うん、そうやね。なんか台座がこんぐらいでかいですね。こんぐらいあって、大きいんですね。そこにこうドンって、
じゃあもう家に飾ってる、はい、親の家にあげましたこんな質問する人いないもうゴールデングラブ賞って知った体で喋ってます、ね、確かにそうですね、そうなんかもらえるんかという、うん、それだけですかもらえるのだと思うんですけどね、あと名誉ですね、あ、はい、名誉と、はい、お金とかもらえないですねいやらしいこと言わない賞金とかあるじゃないですか、賞金、あ、賞金みたいな、はいはい、ありますよ、 あるんですね、はい、いやでも福田選手はもうショート内野手っていうイメージだったの、ね、はい、セカンドとか、はい、だから外野行くときびっくりしましたもんね、はい、僕も勝負かけに行きました、うんうん、はい、もうどこでもやりますって言い始めて、あ、そうですか、福田先輩が外野やるって言ったときどう思いました、で嘘でしょって思うやるのやるのってちっちゃいよって身長ちっちゃいよって思いました外野手であんま身長ちっちゃいのなんかしかも右投げでなんかあんまイメージつかなかったんですけど、で練習やってるの見てなんかめちゃめちゃうまいなと思って、そうですじゃねみたいな感覚でした、ね、いやあのロッテ戦でロッテ戦も実況させてもらっていて、佐藤崎さん解説の佐藤崎さんがいつも言うのが福田周平のカバーリング日本一だと、はい、ずっと佐藤崎さんはどうカバーしてるか、例えばライトフライがあった時に福田周平センターでどう動いてるかをずっと見てるんですよ、でカバーリングにおいてはもう日本一は福田周平っていういつもおっしゃってます。本当ですか、カバーリングで怒られること多かったんで意識して多分いいとこ見てくれてたんで嬉しいです、やっぱ一番ちゃんとカバーしてる、はい、何か起きた時のためにっていう、バックアップ体制があるっていう、はそれを横目で見てる宗選手ですね。そうなんです、はい、まあ、その時結構がっつり見てるから多分いいと思うんですよ、チラ見てないという、はい、がっつり見た方がいいってことですか、だからがっつり見れるから多分ネクスト、僕のネクストがいいんだと思います、あチラ見じゃなくていないし、あ、そうかそうか、目合わないし、目合わないし何回オンエアでチラ見って言ったか分からへんくらい言いました宗選手は逆に外野から内野ですか、内野から外野から内野です、僕の場合は内野から外野行ってまたいろいろ首になってますね、首になってるってことか、ショートはもう完全に首になってますね僕は、へえ、もうダメだっていう、それは首脳陣に外野やらないかみたいな、ショートはやっぱ僕があのセンターやり始めた時は足立さんとかがまだがっつり出てたんで、やっぱそこの守備力が結構難しいじゃないですか勝つのは、うん、だから出るとしたらセンターその時空いているポジションだったので、はい、やってみないかって言われてやったのが外野だったです、へ、その後サードにまた戻ってくる、そうですね、サードのポジションって難しくないですか、意外と難しいですね、バウンドがなんか中途半端なのが多かったりとか打球が速かったりするんで結構難しいですね、ちょっとグローブ大きめですよね、大きいですね、はい、ちょっと外野っぽいグローブですよね、外野のまあ、一回りちっちゃいぐらいのサイズぐらいですかね、あ、はい、どうですか先輩から見てサード胸の動きは、いやもうメジャーリーガーって感じですよね、見ててもアメリカナイズされてる感じ、はい、なんか日本人じゃない感じがありますね、なんかあその日本のプロ野球の動きじゃない、うん、はい、あそうなんだ、はい、体勢とかステップでこれで投げられるんだって思います、やっぱり福田選手たちも、そうですね、なんかずっと外野やってたじゃないですか、はい、練習必要ないんじゃないかと思ったんですね、見た時に、へえ、みんな練習してすっごいやってるけど、はいはい、ちょっとなんかこう何ですかね、こうノリノリでやるじゃないですか、はい、見た感じは、はい、だからもうそういう自由な発想でいいんだと思ったんです、僕は肩は作らなくていいと、うん、へトップアウトにすればいいなって思いましたね、見てて、やっぱりこうバネがある柔らかいんですか、体も体硬いよね、めっちゃ硬いです、体は硬いんですか、はい、動きが柔らかいね、それはできるんですね、体硬くても動きは柔らかくなるんですね、なんか動的柔軟性っていうんですけど、へこうストレッチでは硬いけど動く時にはしなやかに動けるみたいな感じです、いやなんか野球少年にアドバイスとかなんかなりそうな気がしますよね、体硬いからダメとかって言ってる子供とか多いと思うんですよ、関係ないと思います、関係ないんですか、はい、素晴らしい、おお、これはいい話です、ね、いい番組です ね、 ね、今2週目でやっといい話先週でだいぶ温めていただいてそうそうあでもやっぱそうなんだ、そうです、で練習しなくても上手な感じ、そうですね、練習してないってことはないですけど、うん、やっぱりがっつりこう肩にはまってずっとやってるよりも別にその発想でいいんだっていう、はあ、でも最初にね
練習あまり好きじゃないとおっしゃってましたよね。トレーニングあんまり好きじゃないですか、はい、でもめちゃめちゃトレーニングしてそうですけどね、見た目は。トレーニングもっと頑張ったらすごいことになると思います。へえ、まだいけると。全部一緒にトレーニングしてても、はい、オンタイムかちょっと遅れてくるんですよね。あ、ランニングメニューとかそのなんていうか集合時間。あ、集合時間に。まあ、確かに今日も眠そうな、めっちゃ早くて。まそうなんだ。あえてなんかあるんですか。癖でちょっとジャストに行けば OK みたいな。あまあ時間の感覚って人それぞれですから、ね、今日は本当に45分までに絶対つこうとしたんですよ。はいはいはい、余裕で遅れましたすいません。いや、だって僕も今日30分前来ようと思ったらもう来て一番ですよ。そんな早かったんですか。スタッフより早く。はあ、そういう方ですか、福田先輩は。早いっすね。早い、はい、ちょっとあの1曲リクエスト曲聞いていただいて、ね、球場とか何時ぐらいみんな入ってどういう準備してるかっていうのを、ね、曲聞いた後に伺いたいなと思うんですけど、はい、今週は宗選手のリクエスト、はいはい、どんな曲を、藤井風さんの帰ろうで。おお、いい曲ですね。今を行く藤井風さん。そうですね、はい、じゃあ早速聴いていただきましょう。藤井風さんで帰ろう。藤井風さんの曲お聴きいただきましたが、宗選手この藤井風さんのファンですか。大ファンですね。あの世界観にハマってますか。めっちゃいいっすね。独特ですよね、インタビューとかね。独特ですね。もう年下と思えない、うん、なんか倫理観というか、はい、世界観すごいす、ね、自分のことをわしと言うね。いやーすごいです。ピアノとかも抜群にうまいですね。すごいですね。でお会いしたりしたことは。本当にしたいんですよ。僕したことないんですけど。これを言った方がいいですよ。一回やった方がいいですよ。会ったら会いたいんですよね。あ、じゃあラジオ聞いてくれてるかもしれないですね。お友達になりたいです。ああ、絶対言いまくった方がいいですね、はい、これは。そうだね、言うと大体会えますから。ああ、いや、もうここでちょっと記事にしてもらえたらね、はい、そうですよね。藤井風さんに会いたいと。そうです、ね、これヤフーニュースに載りますからね。載りますね、はい、ラジオ関西さんがニュースにしてくださいますから、はい、してくれるんで。藤井風さんの。なるほど、はい、お二人は泣いたゲーム18時プレイボールの時には何時ぐらいに球場京セラドーム入ってますか。12時前ぐらいですかね。そんな早いんですか。早いね。そうですね、それぐらいだと思います。宗選手は何時ぐらいですか。僕も大体そうですね、12時前後って感じですね。あ、じゃあもう11時台には家出て。そうですね。そうです。はあ、長いですよね。12時入って、まあ、試合終わるのも10時とかだったんですよね。もう十何時間使ってるわけですね。ああ、そうなんだ。そんな早くやっぱ行くもんなんですね。そうですね、まあ、やること意外と多いんですよね。うん、でもお昼ご飯もそっちで食べる。球場で食べてる。球場で食べるんですか、はい、食べて、うん、でお風呂とかサウナとか入ったりできるん で、はい、でゆっくりして、で2時過ぎぐらいから練習が始まるんで、チーム、うんうんうん、あ、チームとしての練習は2時ぐらいから始まる。2時半とかですね。あ、サウナ入るよね。入ります。入りますか、宗選手も。入ります。やっぱりいいですか、サウナ入ると体の動きは。いや、変わんないですね。サウナ効果は。ドラゴンズで伝説があって、はい、立浪監督が現役の時にもう晩年で、はい、もう体がなかなか動かなくて温めたいというのは、もう代々行く直前までユニフォームのままサウナ入って、うん、これで体温めて出ていくって言ってましたね。あ、そうなんだ。じゃないともう体が温まんなかった。うん、田崎さんもサウナがでそのままバッターボックスに行くって言ってました。もう温まった状態で。すげえなそれ。ちなみにそのどこの球場にもサウナってついてるんですか。ホーム球場だけだと思います。だから他の球場行ってもビジターで行くとこにはない。とこにはないです。あ、うん、はい、なるほどね。ホームの試合だけ、うん、なんか験担ぎとかしてるんですか。僕ないんです。なしです僕は。宗選手はでも大体こうホーム球場でグラウンド入るときは、まあこう呼び出されて走っていくんですけど、はいはい、なんかそこからこうなんとなくありますね、自分の中で。どんなルールがありますか。まあ、なんかこうアンツーカーっていうその土と人工芝の切れ目みたいなとこにちょっと左足をこう擦るんですよ僕。わかります。サードのポジションついたときですか。そうそうそう。ホーム球場のときはそのホーム球場の流れとして
ちょっと擦ってちょっとこう外野の方まで歩いていって、でそこからボールもらってファーストに。それちょっと来シーズンカメラマンさんに言って撮ってもらおう。ねえ、どっち左足っすか。左足っすね。出してちょっと土を、はい、ちょっとこう擦る感じです、ね、触って、はい、でサードの深い位置まで行って、ちょっと深い位置まで行って、それがいつもルーティーンなんですね。そうそう、あ、それはもうカメラマンさんに言っておきます。一塁側のカメラマンさんに言っておきます、これは。はい、どうですか福田選手、そういう話聞きましたけど。僕はちょっとルーティーンがあまりよくわからないっていうか、うん、やっぱなん か僕欲しかったのはカッコつけとんなっていう。そういうのやめてもらっていいですか。アスリートに対して芸人じゃないのに。まあそうね。なるほどね、それぞれあるんだルーティーン。グローブの色とかこだわりあるんですか。黒が多いですけど。ないです。からあ、ないんや。はい、ただなんかグローブ職人さん曰く、その、はい、この色の方が革の質が良くなってあるんで、じゃあもう それにしてくださいっていう感じ で、はい、で黒系、はい、そうですね、はい、宗選手はエメラルドグリーン入れたのかっこいいですね。あれね、あれはあれですよ、あの巨人の岡本和真のグローブをもらったんです、はい、同じ形なんですよ。あ、ローリングスの。そうです、そうです。え、あれ同じ形ですか。全く同じなんですよ。へー、初耳。はい、僕が今年使ってたものがちょっと感覚が良くなくて、途中から変えたよね。そうです、そうです。だからあれ交流戦でカズマに会った時に、ちょっと使ってないグローブないって言って、ああそうね、ちょっとこうやってはめてパンパンして、これちょっともらっていいかなって。その日の試合から使いました。すごいね、ほぼ練習とかトレーニングで使ってない。その日の練習で使って、でそのまま試合で。その時にちょうどこうファインプレーみたいな、ちょっといい感じで撮って、そのいいイメージのままこれいけるわと思ってそのまま行きました。もうそういうの教えてほしい、実況で使いたい。ほんまやね。え、じゃあ来シーズンもあれを元に。そうですね、形はもう一緒なんで、ちょっとそれをこういろいろ変更したりしながら、紐とか、へえっていう感じですね。小指2本入れてるパターン。小指2本ですね。小指2本パターンですね、はい、そうか。岡本選手は色はどっちかというとね、あのベージュ系のを使ってますよね。そうですね、ローす、はい、へえ、面白いですね。なんねんな、うん、いや、そしたらもう家にグローブとかいっぱいあるんでしょ。いっぱいありますね。ですよね。もらえるもんいっぱいあるじゃないですか、それ。いっぱいあります。欲しいの。欲しい。はっきり。じゃあまた来シーズン来てくれた時は1個ぐらいね、持ってきてもらおうか。でも意外と選手くれるんですよ。そうなんだ。これあげるよって言って、って言って、で僕も10個くらいあります。ほう、選手がくれるんで。あ、なんか飾ってたよね。飾ってます。もう意外と使えないっていうね。あ、はい、いやー、そんな。いや、でも福田選手の弁はいいですね。はい、僕も気に入ってます。最高さんのブランド、はい、僕がちっちゃい時のブランドだったんで、また復活して、はい、すごいこう復刻版みたいなの。あ、そう。それを最初に使ったプロ野球選手が福田選手やった。どうですか、やっぱりいいですか、あのブランドは。そうですね、もう僕大好きです。へ、はい、え、バットは。バットだけ柳瀬っていう。あ、柳瀬。はい、すごい車みたいですね。うまいね。柳瀬さんが作ってる。はい、へえ。宗選手は全部ローリングス。バットも。バットもローリングスで、練習のウェアだけニューバランスなんです。あ、ニューバランスなんですね、はい、ローリングスよく似合いますね。ローリングスかっこいいですよね。かっこいいですね。まあ、かっこいいですか。メジャーって感じですね。ああ、うん、アメリカって感じですね。そうですね。いや、今メジャーの話出ましたけど、メジャーに行くとかっていうのはお二方どうな。それを聞きますか。聞きたい。でも行きたいです。行きたいですよね。行けるなら。行けるなら行きたいです。実力も伴って、うん、自分でも通用するってもしなったんだら行きたいです。うん、なんか最初にね、オフのキャンプ中に海外ちょっと行かれてて、はい、なメジャーの選手と一緒に練習する時とかもあったりするってお話ありましたね。それすごいですね。そうですね、まあ、今 SNS ですごい見れるじゃないですか。あ、ここの施設に、ね、まあ、この選手は行ってるとか、って言って調べてったら、で行ったりするのが楽しいです。で宗選手も一緒に行って、その時は行けなかったですけど、でもそうですね、一緒に練習した時にメジャーの選手とかがいた時もありました。一緒に行った時はすごいもう
ビッグな選手いますよ、ね、そうなんや、メジャーリーガーが、はい、はい、見てみたいですね。間近に見るとまた刺激ももらえますしね。そうですね、はい、ということであっという間にもう最後の CM ですけどもね、CM さんで来シーズンの目標を伺って終わりたいと思います。さあ2週にわたってオリックスの宗選手そして福田選手にお話を伺ってきましたけれども、あっという間に最後の時間になりましたが、来シーズン福田選手こうどんな1年にしたいなって、もう気がちょっと早いかもしれませんけども、どう思ってますか？僕はとりあえずやっぱり3割打ちたいです。3割、はい、うん、とにかく3割こだわりますか？はい、3割打つって大変なんですよ。そうですよね、3割で出塁率も上げて、うん、たくさんホームベースを踏みたいです。ああね、まあ一昨年は2割7分5厘まで行きましたもんね。はい、うん、3割です、ね、もうすごいけどね、2割7分5厘。福田周平3割だったらもう野球やってる体がね、それほど大きくない子たちに夢与えますからね、はい、絶対。宗、はい、選手は来シーズンどんな1年にしたいなって僕ありますか？やっぱり3割っていうのは全員この目指すべきところだと思うんで、そういうところを目指していきたいですし、うん、まあ、守備ではまた来年もゴールデングローブ取れるようにやっていきたいなと思います。ね、チラ見もちょっと注目して実況させていただきたいなと思うんで、ね、いや僕もオリックスファンでよかったなと。放送で座っているけどニュートラルにやってると思うんですけど、はい、プライベートはめちゃくちゃオリックスファンなんで。ファンやもんね、ずっと言ってたもん、ね、めちゃ嬉しいですよ。次来るときもっといっぱい連れてきてもらってもいいですか？あ、もう満員にしましょう。来てもらって、はい、ね、ラボ選手とかね、はい、皆さんに来てもらって、はい、ね、でオリックス番組にしようかな。いや、タイトルオリックス番組作りたいね。オリックス番組ちょっとお願いしますよ、黒川プロデューサー ね、 ね、で、はい、皆さん週替わり来てもらって、ね、そうですね、はい、はい、っていう風に、うん、スポンサーさんもいらっしゃってるしなと思ってぜひね、はい、はい、ということで本当にお越しいただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました、ね、いいオフにしてください。そうですね、はい、はい、トシちゃん締めましょう。はい、トシちゃん大輝のええやんかやってみよう、また来週。この番組は車高く売るならユーポス、新しい価値を創造するジャパンクリエイトグループ、ファニチャーアウトレット、ビッグバリュー、サプリ生活の提供でお送りしました。またぶっ飛んだ話を聞かせてくれ。